回はダイソーさんのリサイクルコットン 100% ですね。極太、イエローとターコイズグリーン、この2色を使ってバッグを編んでいきます。材質は綿 100%、 40g で 40m あります。おすすめのかぎ針は8号ですね。かなり太いコットンです。しっかりしたねバッグができそうな感じがしますね。で、すでに楕円底を編みました。楕円の詳しい編み方については過去に動画にしているんですが、ここで簡単に目数を説明します。まず、鎖編み22目作り目して編み始めます。糸端は反対側でターンしてきた時に編みくるむので、鎖22目と同じ長さを残しておきます。だいたいですね、16センチ17センチくらい糸端を残してから始めるといいと思います。1段目は鎖の両端細編みを4目ずつ入れてスタートします。なのでまっすぐゾーン、増し目を一つも入れないゾーンは細編みを20目入れて編んでいきます。鎖22目したら鎖1で立ち上がって針から数えて2つ目の鎖に細編みを2つ入れます。増し目ですね。増し目をしたら細編み20目1つずつ編んでいって、一番最後の鎖に細編み4目、方向を変えてまっすぐゾーン細編みを20目、そして最初の鎖に残りの細編み2目、増し目ですね、これを入れて2段目に行きます。2段目は増し目を2回入れます。細編み2目ずつを2回入れたらまっすぐゾーンの細編み20目で、増し目を4回繰り返し細編み20目編んだら残りの増し目を2回入れます。3段目、細編み1増し目というのを2回繰り返した後、細編み20目、そして細編み1増し目というのを4回繰り返し細編み20目、残りの細編み1増し目というのを2回繰り返したら段を閉じます。4段目は鎖1で立ち上がったら細編み1増し目細編み1というのを2回繰り返しまっすぐゾーンで細編み20目で、こちらのカーブには細編み1増し目細編み1というのを4回繰り返しまっすぐゾーンで細編み20目、残り、細編み1増し目細編み1というのを2回繰り返して段を閉じます。そして5段目、細編み3増し目細編み3増し目と、2回繰り返したら細編み20目まっすぐゾーンで編みます。カーブのところは細編み3増し目というのを4回繰り返してまっすぐゾーン細編み20目で、残りが細編み3増し目細編み3増し目ですね。簡単に口頭で説明をしましたが、詳しく知りたい方は過去の動画を見て編んでみてください。楕円を5段編み終わったら模様編みに入っていきます。鎖3目で長編みの立ち上がりを編み、鎖1でスペースを作ります。針に糸をかけて根元の細編み、針を入れて長編みを編みます。編めたら針に糸をかけ1目飛ばして長編み、鎖1、長編みと編みます。 V 模様ですね。この V 模様を繰り返します。針に糸をかけ1目飛ばして次の目に長編み、鎖1、長編み、ぐるーっと一周ね
繰り返し編んできます。で、これね、今編んでる途中なんですが、底のねサイズを測っておきます。約、横幅が 22.5 センチくらいですね。そしてマチとなる幅ですが、これは約8センチくらいになっています。はい、一周ぐるっと回ってきました。そしたら、鎖3目目ですね、立ち上がりの鎖3目目に針を入れて、糸は針の上、新しい糸ですね、黄色の糸を持ってきて、この糸で引き抜きます。引き抜いたら緑色の糸ですね、これをぎゅっと引き締めて、そして、鎖3目と長編みの間に針を入れて、糸端、黄色の糸も緑の糸も針の上で引き抜きます。一回引き抜いたら黄色の糸端をぎゅっと引き締めて、鎖を2目編みます。2目編んだら、このグリーンの糸を後で使うために上に持っていきたいので、針に向こうからこのようにかけます。そして3目目の鎖を編んで、緑の糸は休めておく、もう一つ鎖を編んで針に糸をかけ、今度は黄色の糸端だけを編みくるむように、先ほど入れたのと同じ3目と鎖3目と長編みの間に針を入れて、長編みを編みます。編めたら、糸端は後で糸始末をするため後ろに置いておいて、先ほど編んできた V の間に針を入れ、また同じ V を作ります。長編み、鎖、長編みです。これを繰り返していきます。糸のね、色替えをするときと、立ち上がり鎖2目を編んでから一旦このね糸を巻き込むところがちょっとややこしいかもしれないんですが、このようにしてね編んでいきます。一周回ってきたらまた糸替えの時に説明しようと思います。ぐるっと一周編んできました。最初の鎖3目目、立ち上がりの3目目に針を入れて、黄色い糸は針の上、先ほどまで使っていて休めていた緑の糸に持ち替えたら、この糸を引き抜きます。黄色い糸をぎゅっと引っ張って、鎖3目と長編みの間のスペースですね、ここに針を入れて一度引き抜きます。そして鎖3目で立ち上がったら、ごめんなさい、ここは鎖2目編んだら、黄色い糸を針の上、そして3目目の鎖を編んで、鎖を一つ、黄色い糸を休めておいて、針に糸をかけ、根元のスペースに長編み。はい、こんな感じでね、後ろにこのように糸がね縦に、渡っていきますが、これでね綺麗に上に持っていけるんじゃないかなと思います。私はねこのようにやっていきます。では、V の間に V を入れて
繰り返し編んでいきます。繰り返し編んできました、今ですね、一番下の V 模様から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 段ですね、編んだところです。一番上は黄色になっていますね。で、グリーンが4玉目ですね。黄色が3玉目に入っています。今この状態で結構大きいですね。横幅は約35センチ。で、そこのこの模様が始まったところから高さは約 25.5、26センチくらいになっています。そこはこんな感じですね。で、最初の2段くらいですね、模様編みの2段くらいは、このようにしてバックにして広げると、ここもね、底になる感じになっています。かなり太い糸なのでめっちゃねザクザク編んできました。そしたらそろそろ持ち手を編む、段階に入ろうかなと思います。黄色で V 模様最後編んだら、鎖3目目に針を入れて、黄色の糸は針の上、緑の糸に持ち替えて引き抜きます。引き抜いたら黄色の糸をぎゅーっと引き締めて、そして V 模様の間に針を入れ、糸を持ってきて1回引き抜きます。鎖1で立ち上がったら、また同じスペースに針を入れて、このね黄色い糸はね少し編みくるんで進んでいきます。細編み V の間に1つ細編み、 V と V の間に針を入れて細編み、 V の間に細編み、V と V の間に細編み。これをね繰り返していこうと思います。 V の間に細編み、 V と V の間に細編み、 V の間に細編み。編みくるんでいる黄色い糸ですね、これはある程度編みくるんだらカットします。このあたりでカットしようと思います。何目ぐらいかな、10目くらいですね。編んだらカットします。では V の間と V と V の間に細編みを入れてきます。はい、一周ぐるっと回ってきました。最初の細編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いてぎゅーっと引き締めます。そしたら鎖1で立ち上がって、増減なしであと2段くらいですね、細編みを1目に1目ずつ入れていこうと思います。あれから細編みをさらに2段ですね、模様編みの後から数えると全部で3段編んできました。そしてここから持ち手の土台に入ろうと思います。
立ち上がりのライン、最初の細編みから数えて10目目にマーカーをつけます。そして次のマーカーまでのマーカーのついていない目数ですね、細編みが20目あります。そしてこのマーカーから次のマーカーまでの目数が20目、こっちのマーカーからこっちのマーカーまでの間のマーカーのついていない細編みの目数が20目、そして最後のマーカーから立ち上がりのラインまでですね、10目あります。マーカーをつけたら鎖1で立ち上がって根元から細編みを入れていきます。そしてマーカーのついている目に細編みを入れたら、お好きな持ち手の長さになるまで鎖編みをしていきます。鎖編みを58目編みました。肩にもかけられる長さにしたかったので、58目にしたんですが、この鎖の長さが約41センチ、40センチくらいですね、あります。鎖の目がねじれないように次のマーカーの位置に細編みを入れます。はい、細編みが編めました。では次のマーカーの位置まで細編みを編んでいきます。持ち手のつける位置や持ち手の長さはお好みでね、変えてみるといいと思います。はい、次のマーカーの位置まで来たので、このマーカーにマーカーのついている細編みに細編みを編んだら、先ほど反対側で編んだ鎖と同じ目数ですね、58目鎖編みを編んでいきます。同じく58目鎖が編めたら、マーカーのついている細編みの位置に細編みを入れます。ではまた、最後の目まで細編みを続けていきます。はい、最後まで細編みが編めたら、最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてぎゅっと引き締めて、次の段鎖1で立ち上がったら根元から細編み、鎖の位置まで来たら今回は内側にね、かなり太い糸で編んでいるので、内側に細編みをね入れなくてもいいかなと思っているので、鎖の手前の細編みまで細編みを入れたら、鎖の裏山を取っていこうと思います。ちょっと編みにくいんですが、鎖をこのようにねじって裏にポコ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 とね、一本ずっと糸が通っています。この裏山を拾って細編みを編んでいきます。で、
なんでこの裏山を通るかというと、このように裏山を取っていくと、こっち側ですね、持ち手の裏側にきれいに鎖が残っていきます。苦手な方は上半目とね、裏山の2本取っていってもいいのかなと思います。ではこのようにして鎖の裏山を拾っていって、細編みには細編み1目ずつずっと入れてですね、ぐるっと回ってきます。そしてこの持ち手の太さもお好みだと思うんですが、ぐるぐるとね、増減なしで好きな幅になるまで進んでこようと思います。はいはい、持ち手の土台の鎖に細編みを2段編んできました。今回はちょっと細めな感じで仕上げようかなと思います。でちょうどですね、4玉目の緑の糸がこのぐらいですね、残りこのぐらいなので、この辺でね終わりにしようかと思います。糸端は糸始末できる分残してカットして、一番太いとじ針に通して糸始末をしようと思います。最後細編みを編んだところです。引き抜きで最初の細編みにつなげるのではなく、最後細編みを編んだところで糸をカットして引き出してきます。とじ針に糸を通したら、一番最初の細編みではなくその隣ですね、2つ目の細編みの、頭後ろからこのように針を入れて引き出してきて、最初の細編みの頭と同じくらいになるようにこの糸を引いてきます。そして最後の細編みの頭に上からこのように針を入れて、後ろに通ってる横の糸、ここにも針を通します。そしてここですね、最初の細編みの頭が入っている、糸が通っているこの、立ち上がりの目にも針を通します。糸を引き出してきたら、他の細編みの頭と同じくらいになるように糸を調節して綺麗にねつながりました。そしたら裏側で目立たないように糸始末をしていきます。この時少しね、糸を割るようにして針を通していくといいと思います。
これで糸始末ができました。他にですね、糸を編み足したところ、継ぎ足したところですね、何箇所かあると思うんですが、この糸も今やったのと同じようにとじ針で編み目に、なるべくね編み目と同じ感じで糸を通して糸始末をします。はい、私はちょっとね後でやろうと思います。ではこれでバッグが完成しました。最終的に出来上がったサイズを見ていきます。まず高さですね。模様編み、この V 模様が始まったところから、細編みしたところまで約27センチ、横幅は平置きの状態で一番広いところで36センチ、上の方はね少し、細編みのところでキュッとしてありますので、ここは32センチくらいですね。はい、持ち手は、先ほども測りましたが約40センチ、肩にかけられるサイズにしました。もう少しね太めがいい方はもう一段ね編んでもいいと思います。かなり太い糸でコットンでねしっかりしているので、持ち手が細めでも安心かなと思います。本当にめちゃくちゃしっかりしていて、編むのがちょっと大変かもしれないですね。手が疲れてしまいますが、重たい荷物を入れても平気だと思います。めちゃくちゃしっかりした春夏のねバッグが出来上がりました。最終的に使った玉数ですね、グリーンが4玉と黄色が2玉使いました。全部で6玉ですね。他のカラーで編んでもすごく可愛いと思うので、よかったらね参考にしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。